北村春を日本学術会議を論破、法解釈が100%間違い。先日放送された BS 富士のプライムニュースの中で、日本学術会議の元会長と任命拒否された学者が暴言を繰り返した問題で、本日北村弁護士がツイッターにてこのような発言をいたしました。学術会議の推薦に首相は拘束されるとの理解は100%間違いです。 法律を超えており、解釈論として成り立っていません。立法権を付与せよというのも同然です。民主的コントロール下にある内閣が任命権を通じてコントロールしてこその民生です。傲慢極まりないとなっておりまして。まあ、この日本学術会議側の主張、 まあざっくりとご紹介いたしますと、まあ、国民は口は出すなと、でも税金はよこせと、まあ、聞くに耐えないような暴言が繰り返されておられましたが、この学術会議の推薦については、北村弁護士のおっしゃる通り、日本学術会議法には、会員を推薦に基づき、総理大臣が任命すると規定があるだけで、これまで 法解釈は行われていないため、この法律の規定通りに運用する必要がございます。まあ、ですので、推薦はどこまで行っても推薦であり、法的拘束力は一切ございません。こういった日本学術会議側の暴言を見てしまいますと、国民の学問、 学者に対する見方が変わってきてしまう恐れがございますのでぜひともまともなというか普通の学者の皆様には速やかにこういった学術会議の暴走を学者として責任を持って改善していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。